ということで台湾旅行2日目。
就好啦。对，不要练出来呀、啊。哎，专心听哈、哦，我再讲一次哈、啊。哎，请人家六十以内想的数字，用卡片一张一张问他，你想的数字有没有在里面？他说有的卡片，我们都把关键数字加起来，就是答案了。就这么简单哦，只要会加法就会变的哦。真的会猜中吗？开始，想的数字有没有在里面？没有，那我们就不用管这张。我让你想很小哎，也不用。不要管啊，他说，放不进去对吧？好，掌声！哇，这里会很壮观。来，都看得到哈、哦，现场的、哦，一、二。五秒钟掌声，四秒钟，三二一，谢谢，整瓶给你检查。好，怎么变的呢？又要放火。お疲れ様でした。今日一日、まあ、ほとんど言葉を発せず、一人でね、やっぱ旅行すると寂しい感じで、食べるか飲むか、何かを見るかとかね、ないんですけど、今日は最後やっぱしてね、なんかゴリが美味しいんで、うん、まあ。チーズ、ハイカードのチーズ。こういうこと、台湾旅行2日目。距離なんですね。こんな感じで。もう一回。じゃあ、また明日。